はい、日曜日の20時になりました。香川のグルメのお時間です。ということでヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今まで紹介したさぬきうどん屋さんは合計265店舗なんですが、今日はさぬきうどんではなく香川のキチカフェさんの紹介をさせていただきたいと思います。ということで今日は香川県高松市にある高松ベースカフェさんの方へ向かっていっております。それではこの高松ベースカフェさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.44 点、そして Google の点数が 4.4 点となっています。営業時間は11時から14時まで、ただし売り切れ次第終了です。定休日は水土日、そして祝日臨時休業もあります。交通手段として車の場合駐車場が約5台、最寄り駅は本山駅で 1.5 キロほど離れてます。おすすめは唐揚げランチです。すごいガンダムミリタリーオタクの女性が店主さんのお店、趣味全開なワクワクする内観で、今回はデブ吉さんと特別メニューを食べに来ました。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。あ、二人です。どこでもいいですか。ありがとうございます。お店の奥にはガンダムのパチンコが置いてありました。あとプラモデルを飾っていたり、本当にガンダム愛があふれるお店です。今回はメニュー表には載っていないいわゆる裏メニューを注文しようと思います。はい、注文お決まりになりましたらお呼びください。はい、ありがとうございます。そのメニューは1日限定3食でシェアご遠慮のもうじゃかオタクのみが頼める特別メニューです。お願いします。和風根菜グリーン薬膳カレーで、はい、唐揚げのトッピングを10個で。カレーと唐揚げ10個で、はい、ありがとうございます。僕は、はい、見せてもらおうか、高松ベースカフェの実力とやらを、はい、お願いします。かしこまりました、ありがとうございます。では少々お待ちくださいませ。はい、店内はこんな感じになってます。手洗いが夜間から始まって、至る所ガンダム、そしておしゃれな小物が飾ってあるお店になってます。失礼いたします。お待たせいたしました。はい、こちら見せてもらおうか、高松ベースカフェの唐揚げとやらでございます。はい、ありがとうございます。いたします。オリジナル薬膳カレーでございます。こちら鉄鍋と麺熱くなっておりますので、お気をつけてお召し上がりください。
それではいただきます。器もガンダム由来のものがとても多かったです。ご飯のお茶碗がザク、唐揚げの鍋がアッガイ、サラダの小皿はシャア専用ズゴックの器となっていました。店主さんは連邦軍よりジオン軍が好きみたいです。衣はバリッバリでとてもジューシーです。一個一個もかなり大きくてボリューミー。なんて言ったってこの1日3食限定の唐揚げ、シャアのごとく通常のものより3割増しの量みたいです。そしてこのうま塩タレが酸味が効いていて、さっぱり味が唐揚げと相性良くてとても美味しかったです。この特大サイズの唐揚げが6個から7個も入ってます。ご飯も山盛りです。ちょこんと乗ってる梅干しはジオン系のモノアイを表現しています。とてもご飯が進む唐揚げでした。まだスープにサラダ、それに食後のコーヒーまでついてきます。それではサラダもいただきます。唐揚げがこってりしてる分、サラダでバランスをとってくれてます。それではスープもいただきます。人参、大根がたくさん入った優しい味のスープでした。もし今日の動画を見て唐揚げ食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。友達、同僚の方にガンダム好きの方、または香川県出身の方とおられましたら、ぜひこちらの動画、そしてこちらのチャンネルのことをお勧めしていただけるとすごくすごく助かりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。いつもコメントも楽しみにしています。今回のお店の感想やおすすめのお店がありましたら書き込んでいってください。それでは最後の一口いただきます。本当にガンダム愛が溢れるメニュー、そしてお店でした。店主さんが忙しくない時であれば一緒に熱いガンダムトークができると思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。いや、これ好きな人いいですね。ごちそうさまです。はい、あ、お願いします。すごいですね、全部ガンダムの器。ありがとうございます。はい、こちらコーヒーでございます。通常の3倍の気持ちを込めてお入れしております。量も 1.5 倍になってるんですけど、量は 1.5 倍だけど気持ちは3倍で入れてるっていう、そういうコーヒー。あ、そうなんですね。すごいな。もうガンダム愛が止まらないですね。止まらないですね。大好きガンダム。あのノートもあって、昔のゲームセンター感覚で。あ、これ交流ノートがあって、はい、交流ノートに結構あのいろいろ、あ、FM 香川の加藤直さんがガンダム好きなんでよくうちの店に来られるんですけど。そうなんですか。そうそう、そう、女優クラブで、こうガンダム好きの人とかがちょっとガンダムっぽい絵描いてたりとか、なんかまあお客さんが普通にこうメッセージをくれたりとか、文章でガンダム好きの人とここでつながれるっていう。そうですね、そんなあの昔のゲームセンター方式みたいな、よく昔ゲーセンとかにノートありますあったんですかね。あ、そう、あったんですよ、はい、私の若かりし頃は。そんな感じの、まあ、そのノリで、はい、やってます。そう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 、あれ、あれはパチンコですか、はい、あれパチンコです。これは実際じゃあお店来た人打てる、打てるんですか。一応、まあ、打つようにはなってないんですけど、スイッチをずっと流しておいて見ることはできて、はあ、こんな感じで、まあ、ちょっと吸い取る時とかだったら、はい、あ、もう全然かけていただいて構わないんで、もうガンダム好きさんだって分かったら相当かけに行ったりします。いや、すごいな。はい、ありがとうございます。はい、またね、これビーチはね、あの連邦が各党大当たりだから、はい、あ
あれはあのジオンばっかり買ってめっちゃ熱いんだよね、私の中で。私はジオン派なんです。あ、ジオン派なんですか。ボトムズ良くない？めっちゃ大好きボトムズ。それあのゲームのやつでしたっけ？違う。僕らの時はもうゲあのリアタイアニメなんだけど、ね、サンライズのね。今思えばかっこいい。ファイルバンカーで U ターンするシーンなんかたまらない。もうめっちゃめっちゃあれがいいですね。煙とかが出るのがもう砂ぼこりがね。そう、栄光あるうどん広告の、お客様たちを当店はガンダムが好きなあの店主私がですねあのしているメニューで、見せてもらおうか、高松ベースカフェの唐揚げとやらをというのがあります。よろしかったら皆さんご賞味ください。はい、ありがとうございます。神々です。すいません、ごちそうさまでした。はい、お会計お願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございました。君の歌声に揺れて飽きるまでドライブしよう。もうなんでなんだよ、もうなんでなんだよ。5月が過ぎてく。